それではあのただいまより第一セッションをあの始めますお席の方にあのお付きくださいお願いします第一セッションのテーマは諸外国及び日本における外国人受け入れの現状と課題というふうになっていますであの第一セッションのモデレーターはどうぞ。えー 大石奈国際キリスト教大学准教授にお願いをいたします。えここからの進行はあの大石先生の方にあのバトンタッチをいたします。お願いいたします。 皆様こんにちはご紹介にあずかりましたモデレーターの大石と申します本日はどうぞよろしくお願い申し上げますそれでは早速第1セッションを始めさせていただきます本セッションでは諸外国および日本における外国人受け入れの現状および課題というテーマでスティーブン・カースルズ先生と井口康先生にご報告をしていただきますまずカースルズ先生のご紹介から始めさせていただきます スティーブン・カーソル先生は現在、英国のオックスフォード大学国際移住研究所の所長を務めておられ、2001年から2006年には、同大学の難民学研究所の所長をお務めになられました。国際移民の時代など、多数の著作がございまして、移住難民学の分野の最高権威のお一人でいらっしゃいます。 カースルズ先生は社会学者および政治経済学者として現在は世界規模の課題、アフリカにおける人の移動、移住と開発の関係などを主な研究の課題としていらっしゃいます。本日は欧州における移民の統合に関する主な課題と題したご報告をいただきますそれではカースル先生どうぞよろししくお願い,いたします。 おはようございますそしてこんにちは参加者の方々そしてご参加の皆様こうして皆さん方にお会いすることを光栄に思っておりますまた日本の外務省そして IOM 国際移住機関に対してご招待に心から感謝を申し上げますお互いに学び合いという場であると私は今回の会議を認識しております そして皆さん方も私から学んでいただきたいと考えております。今日お話をいたします内容ですが移民の統合をヨーロッパを舞台として論じていきたいと考えております。1945年以降欧州諸国そして北米そしてオーストラリアは大規模な移民を経験してまいりました。そそしてその結果言語や 習慣やあるいは宗教が多様化されたわけです。これが大きなチャレンジを各国政府そして社会に及ぼすこととなりました。そのような形で受ける国は影響を受けたわけです。今日はこうした問題をお話をしたいと考えております。そしてこのプレゼンの終わりの部分で私は2つの重要なトピックについてお話をしたいと思います。まず第一に現在の金融危機が 移民に及ぼす影響について論じますそして二つ目国際的な移民に関する経験そして統合に関する経験が日本にどのような資産を及ぼし得るかという点についてもお話をしたいと思いますそれではまず歴史を振り返ってみたいと思いますヨーロッパにおける移民の歴史を第二次世界大戦以降を に焦点を当ててて考えてみたいと思いいますいくつかの段階に分けて考えなければいけません。45年から73年にかけてヨーロッパのほとんど全ての国が労働力を輸入してまいりました。そしてある国はその出稼ぎ労働者として労働者を受け入れました具体的にはドイツスイツススオランダなどでした。 えつまり経済的なモチベーションがそこにはあったわけですお金のために来た労働者はそれほど長くは定住はしない社会に統合される必要はなかったわけですこの出稼ぎ労働者に対する各国受け入れ政府あるいは受け入れ国のアプローチを部分的な排除というふうに私は呼んでいますその市場には受け入れるけれども社会には受け入れないというやり方です そして別の国々では宗主国植民地の関係があった国々の間で別の形の移民が起こりましたイギリスそしてオランダなどであります旧植民地からやってきた労働者は受け入れ国で市民権を得ましたそしてこの場合には彼らをその社会に同化をさせる政策が取られたわけですつまり文化的に社会的に彼らを 受け入れ国の人口に手掛かませて見えない存在にしてしまうということですそして3つ目のモデルとしてはこれらの混合モデルがありますスウェーデンベルギーなどですがこのミックスのモデルについては今日はあまりお話をいたしません戦略が大きく変わったのは1973年の石油危機をきっかけとしてでありましたヨーロッパは資本の輸出を開始をしたわけです労働力輸入するのではなく資本を輸出をしようと いう動ききが出されてきたわけですそして当時は移民はこうした結果母国に帰るだろうというふうにヨーロッパの国々は考えていたわけですが結果はそうではなくて家族を呼び寄せてそして定住を図ろうとしたわけですそして70年代80年代にかけていわゆる人口構成のノーマライゼーションという現象が現れてまいりました。まあ、若くして 別の国に移って移民として働いてきた人間が年を取ってそして家族を呼び寄せそして市民になっていくそうした中で統合の政策が必要になってきたわけです統合政策の下で学校や住居やあるいはソーシャルサービスを移民に対して提供しなければいけなくなったわけですそして90年代から新たな段階にヨーロッパへの移住は入ったと私は考えますまず冷戦が終わりましたそして いいわわゆる難民被護の危機という時代が起きたわけです多くの難民が例えば旧ユーゴスラビアから旧ソ連から難民の庇護を求めて他の国へ移ったわけですそしてヨーロッパの国々は協力をしてこの国境監視にあたるようになりましたそして同時にこの移民労働のグローバル化という新たな現象も起こってまいりました世界中全ての国々から移民が押し寄せてくる。 そして移民の数も90年代そして2000年代初頭は増えてきたわけですその結果各国に文化宗教の多様化という現象が見られるようになりました現在世界は熟練労働者を求める競争の時代に入ったと言えると思います全ての国が熟練労働者を求めて激しく競争すると技術分野あるいは医療分野マネジメントあるいは高額の分野で技術労働者を求めているわけです そして一方で非熟練労働者への必要も同じように高まっています例えばヘルスサービスあるいは介護などの分野で非熟練労働者が求められているわけですその結果何が起こっているかというと経済的政治的な目的の間で相互が起きているということですもちろんその経済的な感じから考えればヨーロッパは労働者を必要としているしかし政治的にはその移民労働者に反対をするという立場であります 非熟練労働者はそうした状況下で非正規移民になることを強いられたということになるわけです。ててこの人口の観点から言いますとヨーロッパでは出生率が下がっているそして高齢化が急速に進んでいるそして一人の労働者がいずれ一人の労働者が支える高齢者の数が増えているということなんです。 労働力となる若い人が減っているそして多くの高齢者を彼らが支えなければいけないという状況です経済を切り口にして見てみますと熟練労働者非熟練労働者双方に対する需要は高まっているわけですそして社会的な見地から見ますとヨーロッパの若い人たちは熟練を必要としない職には就きたくないという傾向がありますその結果移民労働者に対する需要が全てのスキルレベルで高まってきたわけですしかし政治的には 移民は大きな問題としてて取られています移民そしてマイノリティはある社会の安全を脅かすと考えられているわけです。そしてまたこの集団移住ですとかあるいは国境を越えてやってくる移民というのは民族国家の根底を損なうものだと考えられているわけです。つまり母国から集団移住をしてくる移住者たちをこの民族国家 である受け入れ国に受け入れるのは難しいと統合させるのは難しいという考え方も出てきていますその結果ヨーロッパの国々は労働者は必要とするがしかし定住者生活者は必要ではないというそうした矛盾を抱えているわけです